こんにちは、スポーツアナウンサーの織出健一です。自分のプレーをスポーツ中継風に実況しているスプラトゥーン2、もずくの応援でのガチあさりでいってみましょう。うわ、相手はローラー腕、それにオーバークロッチャー、かなりかき回してきそうな編成になってますが、まずは初動。最近はもう突っ込んでこられるのが、こういうのは怖いんで、なかなか前に行けないんですよね。さあ相手は上から来ている。その上からをローラーで縦振り一発落とした。なんとか今落とすことができましたが、しかしこういう風に入ってくる相手に対してはしっかりと最初マークしておきたい。さあその間に高台付近取られておりまして、この辺りをもう一度奪還したいんですが、さあガチアサリを作って運んでいくが、これは一人で運んでいってるかどうだ。入るか、入りました。ただこの後が続かないので、どうだ、ちょっと後ろから来ている、パブロ来ているが、それを落とした。拾えるかどうか、もう一人来ている。これはザップだ、赤ザップ見られる。やはりガチあさり1個のみという形になってしまっていますね。後が続かないと大量得点カウント減らすことができないという状況で、さあ相手のターン、相手は21、そのうちガチあさりが10ありますから11誰かが持っているという状況。こういう状況を作っておくと、シュート決まった時に大量得点になりそうだ。そしてこのパブロをなんとかしたいが、その間にバリア壊してくれていました。さあしかしまだこの後のアサリが続かないという状況。そしてこちらガチアサリが2人つっているという中で、さあ自分たちのこのゴール前が9番ボムラッシュで脅かされている。スプラッシュボムも来ている中で、まだ入れている。さあこれ残り43。ただ次確実に相手のターンとなった時、このガチアサリが入ってくるので、これをなんとか守っておきたい。さあ相手のターンとなる、ガチアサリが2つあるぞ。さあ守りきることができるかどうか。まず1つパブロが突っ込んできる、スーパー着地、それを落としてもう1つ来て、もう1つ来た。スーパー着地の間にガチアサリ離していましたか、潜伏していましたか、それはしっかりと落としてる。あっとガチアサリが3つ、かなりきつい3つ。さあ1つ落とした、1つ落としてまだある、2つ来るぞ、1つが入った、もう1つはどうだ。これは落ちているか、これは落ちている、落ちている。ガチアサリ3つ運ばれてきたという、いやこれはかなり相手は激しく来るぞ。ただその中でガチアサリ1つだけだったというところ、この辺りはよく守りました。さあこれは行くべきか、ここを守っておくべきか。その間に味方がガチアサリを入れてくれると助かるんですが、さあスーパーチャッチで入れてくれました。これを続けたいですね。さあアサリ入れてほしい。あーこれはどうだ、届かないか。あーこれでまた相手のターンとなりますが、相手はまだアサリが4という状況ですから、ちょっとこれ守っておきたいですが、ここは潜伏していましたね、ローラー。相手がここ前で待っているという状況が続いている。さあこの辺り攻めるか守るか、非常に判断難しいところですが、今ドースリードしています。さあここにまたローラーが来た、このローラーをかわして縦振りが来ているぞ。あーローラーやられてしまった、ローラーが暴れ始めている。そして9番ボムラッシュ、スーパージャクチとウルトラハンコもあったかない。さあここでバリアを壊されて守っていきたい。さあもう一つ来ている、この圧力がかなり大きい、かなり強い編成相手側。序盤でリードを奪っていますけれども、さあまたガチアサリが作られている。今度はどっちから来るか、反対から来るか。さあなんとかアサリ、ガチアサリを運んでいってほしい。守るか攻めるか、非常に判断が難しいところ一つ来たぞ。さあここはスーパー着地でカード、あこれはダメだ。そしてシュートを決められる。さあこのローラーが暴れ始めた。結局ガチアサリを持った味方も戻ってきてくれた。さあバリア戻ってガチアサリをまた運んでいってほしい。さあどうする、自分は運びに行く。さあこれでなるべく大量得点狙っていきたいというところだが、残り45秒。さあこれを入れたい。相手もガチアサリができている。ああ壊された、守り手薄になった。さあここで守りのターンになるか。ここでなんとか踏ん張ってゴールをしたい、シュートしたい。さあバリア戻った、味方はいるかどうかという状況で、これはオローラで落とされた。いやーゴールまで行ってるんですが、こちら落ちています。さあ残りは15秒、どうする。
行くか、行った、スーパージャンプ、これを入れることができるかどうか、スーパージャンプからのシュート、決まったー。残り数十秒の判断、相手が来ていないことを確認してのスーパージャンプ、一気にゴール前、そして冷静にシュートを狙って入った、これが決勝点。いやー、相手の圧力はすごかった、よく守った。ガチアサリ3つ運んで1つがゴール前に落ちていたという、どれだけアサリを作ることがうまいんだか、相手はすごかった。ただ勝ちは勝ちです。さあ次の試合行ってみましょう。2戦目は昆布トラックのガチアサリ、よく守った。まあ守りきるということが非常に大事というような1戦目ではありましたが、2戦目はどうでしょうか。さあまずは初動ですが、ゴール前を塗っておきながら相手の出方を伺っていく。あ、やはり相手が1人来ていますね。かなり高台中央付近の広いところを塗られていってます。そしてアサリも相手が確率で集めていっている中、さあ左をケアしよう。まだ来ていません。さあこれでアサリ、ガチアサリはこちらができましたが、さあこれを運んでいくことができるかどうか。ただ相手もかなりこれ前目に来ている。ガチアサリは今度は左側にあるが、これを決めたいが、しかし相手のガチアサリが来ている。スーパー着地が一瞬遅い。その後味方ウルトラハンコでこの相手の2の矢を防ぎました。さあしかしまだカウントが残っている中で、ここでようやくバリアが戻った。さあこちらのターンとしたいところですね。かなりこれはもうシュート無謀だったか、ちょっとこれは行き過ぎている。あ、これも2人いっぺんにやられてしまっている。いや、これはちょっと焦りすぎたか。アサリこれ2つ作っていましたけど、結局相手に落とされていますもんね。さあ相手のターンです。かなり相手がこのゴール前にやってくる。そしてガチアサリは左から来る。アサリを取ってインクレールを使って、さあ裏を取れるかどうかというところ。さあここを狙っていく。さあそのローラー、相手のローラー感づいた、相手のローラー感づいて、ここをいけるかどうかというところ。さあ距離感を保ちながら、んー、そして相手もちょっと集まってきている中、これは2対1は厳しい。いやー、この間に味方のサポートがあって欲しかったんですが、タイミング的には無謀だったか。さあ今度は相手のターン、これも一気に近づいてくる。ローラーが来ていたが、落とすことはできましたがバリアを壊される。そしてこのパブロは落とした。そしてこのインクの塗り残しで足を取られている。そしてインク不足、インク管理が下手。さあそしてイカスフィアで味方はやられたところ、ガチアサリは相手持たれていませんが、さあパブロが突っ込んでくる。パブロが決めた。そしてローラーがここで守っている。このローラーもなんとかしないとまずいですが、さあここで拾われた、大量失点、残り48、アサリは13。まだこれは入るかどうかというところ。まだ入る、まだ入る。あー、これは結局こういう形でやられてしまった。やはりアサリを持たれてそのままの大量失点。さあそしてパブロン、これを落とした。しかし足場を取られている。これどうなんでしょう、シューター系は相手を倒すことが大事なのか、これ塗りを回復させることが大事なのかというところが非常に判断難しいところですが、ローラーはどちらかというと塗り回復というところがやっぱり大事かと思うんですが、さあそしてまたバリアを多分パブロに壊されたんでしょうね。さあこのローラーがやはりいい動きをしている。このパブロを落としたいところではあるんですが、さあしかしこれガチアサリが今度は2つ味方できていますけども、これ結局ここまで塗られてしまって、味方はどこへ行った、見落ちですか。さあ味方の上がりを待ちながら、行きたいんですけど、行きたいんですが、これまずは塗りを回復させなければいけないという状況の中で守りが精一杯、その間にパブロとそしてローラーのこのコンビネーションでやられてしまう。結局ここまで押し切られてしまっていますから、これ回復させることは難しい。これ打開するためにはローラーとしてはどういった動きをすればいいのか。ここまでやられてしまっていると、またこれイカスピアが来てますからね。もう次から次へとこのゴール前を脅かされてしまっていまして、もうまた来る、これは失速させた。ただここにパブロがいる。このパブロ、あ、これだけ味方がいるからしっかりとこれは落としたいところ、パブロ落としました。そしてこれ塗り返していきたいんですが、あ、ここローラー1対1、ローラー1対1、落とせるかどうか、縦振りの応酬、前を取ってインクがなくなった。インク管理が下手、この試合2回目。結局こちらまだシュートないままで残り1分。
もうシュート体力相手決まってから守りのターンで、さあアサリはただ20ありますが、結局ここを守りながらだと前に行けない。その間にガチアサリは作りましたが、運ぶことができるかどうかというところでバリア壊した。さあ釣ることができるかどうか。あ、ここに行きたい。さあチャンスになるか。しかしここはスーパー着地で落として、さあ来るか。さあ入れていく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 。さあこれはどうだ、いけるか。かなり減らして30をカウントリード。残り30秒でカウントリード。さあこれを守りきることができるかどうか。残り20秒、逆転しましたが、さあ次は守りのターン。ここは守りたい。さあ残り10秒、カウントダウンが始まった。さあアサリが来る。これはいつ守るか。さあしかし相手の塗りが厳しい。さあここで一気に来る。落とせない、落とせない。運ばれた。カウントリード。つかの間の夢でした。結局守りきることはできませんでした。これはもう相手の1対1の能力がはるかに上だったか。一時はリードを奪ったんですが、そのすぐ後、しかも終了間際での逆転、これはもう1対1の力、さほどやっつけた数変わってないんですけれどもね、守りきれませんでした。では次の戦い行ってみましょう。3戦目コンボトラックのガチアサリです。守りきることができなかったという悔しかった第2戦。さあその反省をこの第3戦には生かしたい。さあまず初動ですが、相手が圧力をかけてくるという初動を警戒しながら塗っていく。左はどうだ。左はまだ来ていません。あまりローラーとしてはこれ横振りをあまり使わず、最初のうちはこう転がして塗っていくことの方が大事なのかもしれませんね。なるべく自分が動けるところを確保しながら行きたい。さあ落とせるか落とせない。一旦下がってじわりじわりと、そして相手がかなり前目に来ている。さあ味方がこれでガチアサリを作って、これをまずは入れていきたいという最初のターンですが、ああ下がっていく下がっていく。いやー相手がかなり来てるのか。スーパー着地でやられてしまった。スーパー着地でやられてしまうという中、さあガチアサリを持ってなんとか運んでいってほしいが、いけませんでしたか。途中で落とされたようです。さあ今度は相手のアサリが11という状況の中、さあちょっとこちら塗り状況が良くないので回復させていきたい。スーパー着地のゲージは溜まっていますが、まあ、ローラー本当にちょっとした塗り残しても足場取られてしまって動けませんからね。こういう状況になりますからね。さあ相手の位置を確認しながらアサリを溜めていく。さあ7で、あと味方が今ここの前にいるブラスターが4持ってるんですかね。なんとかこれガチアサリ作りたいところではあるんですが、味方人数不利という状況。これはちょっと守りのターンだ。さあ後ろからやられてしまいました。チャージャーこの動きも注意。なかなかこちらアサリを集めるということができません。この辺りをもう一度塗り返しておきながら、ではローラーとしてはこの左をケアしておきましょうか。2分経過しましたが、まだアサリは両チームとも入っていませんが、さあまたアサリ16こちら持っていますよ。さあここはもう一気にこれ行きたいところですが、いやーここでまたここに7持っているアサリが、アサリ持ち7。いやーそしてさあ両方が同じタイミングでガチアサリを作った。さあ味方のガチアサリ早く運んでほしいというところはありますが、さあ味方のガチアサリも相手のガチアサリも落ちています。さあまたこれでアサリの数は10に両お互いに届いていないという状況。いやチャージャーにやられる。これしかしアサリもそれほど今湧いていない状況。いやそんなことないですよね。味方がこれ塗っているところ、赤く丸ついているこれアサリの場所ですから、あるはあるんですよね。さあアサリ14味方持っていますが、ガチアサリが1つあります。このガチアサリを入れた。さあバリア壊して、さあアサリをここから入れていきたいが、いやー来ない、来ない、来ない。
アサリを持っていても来られないか。いや来られませんでした。今結局アサリを持っていた味方が今味方のゴール前付近でね、ゴールからかなり遠いところでしたから、ここは行ってアサリを入れていかないといけないんですが、さあそしてあー右のアサリをちょっと無視しましたか。いやこれ入れてればこれガチアサリ作れたんですけど、あーこの辺り自分も分かっていない、波紋ではないと思うぞ、波紋ではないと思います自分。さあカウントリード結局されてしまいました。チャージャーをマークしてここで落としに行く。相手は確実にガチアサリをシュートした後アサリを入れることができました。さあバリア戻ってここでガチアサリ作って、さあ中央から行くイカスピアが来た、その前にいられてしまったか。そしてこのイカスピアがこのアサリを持ってほしい、2人落として味方がカモン、いやカモンもそうですがアサリを拾ってほしかった。いやそうですね、まあ味方ねゴール前を固めといてくれたんですよね。確かに味方 もあの相手もまた2人いましたから、かなり厳しい中立ち回ってくれたんです、頑張ってくれたんですが、いやガチアサリを入れることはできませんでした。終始何かうまく噛み合っていないという状況で残り30秒。ただこちらアサリガチアサリ入れて70ですから、アサリガチアサリ入れて2つ入れればですよねという状況ですから、ガチアサリを作ればまだわからないという状況。残り8、さあ拾っていきたい、うーんとこれもあー、しかしその前に壊されてしまいました。いやーこれは何かもったいないというかちぐはぐな形。やはりこのガチアサリは他のガチバトルと違って、ガチマッチと違っていろんなことを考えながら立ち回らないとノックアウトというのは難しいか、押し切ってというノックアウトは簡単なんですが、やはり実力互角だと状況を判断しながらチームワークよくいかないといけない。いやなかなかうまくいかなかったという3戦目、今日のガチアサリは1勝2敗でフィニッシュ。こんな感じでスプラトゥーン2の実況動画毎日上げております。通知を受け取るためにぜひチャンネル登録を、そして高評価もお願いします。この相手ガチアサリ3つ持ってきた、まさにジェットストリームアタックと言いますか、この時によくガチアサリ1個だけ抑えましたよね。いやこの時は味方の気持ちも噛み合ったというところでした。では他の動画でまたお会いしましょう。